よし、弾道1縛りやっていきます。まあ、留学生もいないしとりあえずやっていくか。シーズンどんな感じですか。お、開幕2連勝ダッシュ、そして勝ち星を積み重ねて首位に躍り出ますと。その後首位を譲らずに優勝しますと。そういう未来が見えているんですが、4位5位、あ、そして最下位定位置だが、再開争いしてるんじゃないか。まあ、とりあえず1ヶ月ぐらいは様子見るけど、現オーダーで。あ、3位まで上がってきた。今年いけんじゃないか。あー、でも5位、まあ、接戦ですが、どう、足引っ張ってんの誰。あー、笹原か。じゃあ変えよう。中継ぎは溝田は本当にね、あともうちょっとなんだけどね。尾瀬村いいね、 0.75。 バッターは橋爪がやっぱり打たないか。なんでこんな橋爪は打たないんだろうね。かといって吉本も打たないから。2割1分、藤倉ちょっとダメですね。足の速い北爪でいくか。関川はまあ対左要因で残しておくとして、青柳3割3分3厘。まあ、おそらく打数が少ないからこんだけ打ってるんだとは思うけど、あ、湯沢も頑張ってる。キャッチャーがあれか。下地あげるか。キャッチャー B、 キャッチャー C なんだよな、亀岡は。まあ亀岡使ってみっか。ショート青柳、ショート安藤使ってみよう。どうせ北爪上げたんだったら使いたいよな。1番で使ってみよう、せっかくだし。今年はいけそうだな。バッターもいいしピッチャーもいいと。だからだんだん普通に戦力が揃ってきたわ、単純に。などと言っていたら最下位と。でも最下位争ってるからね、接戦で。3割3分5厘。尾藤が打ってませんの。頑張れ、交流戦で上げていけ。坂田がノリノリ。ここで最終兵器坂田出すか。あー、タマルが打たれてるね。先発変えるか。じゃあ次大阪でお試し枠先発みたいになってんな。まあ、6番手だしね。先発6番手は お試し枠にしよう。ノリノリになったけども、まあ
もうちょっと様子見てから先発上げようかな。 0.5 ゲーム差、接戦で最下位。大阪に帰ってここで安西行くか、新谷に行こうか。こいつは中継ぎやってもらおう。変化球がないからね、153キロ投げれるけど変化球が微妙すぎる。リード時、ああ打たれてる、ビハインド、リード時敗戦処理、ビハインド、リード時ビハインド、中継ぎエース。別府去年良かったのにね、今年は打たれてますと。この絶好調ならもうちょっと使ってみよう。ほんとずっと 0.5 ゲーム差だな。お、追い抜いた。あー抜かれた。めちゃめちゃいい試合をしている。西岡がスランプだったけど、まあ西岡なら直してくれると信じて。よし、早いね、スランプ脱出。あー楽天とめちゃめちゃ接戦してる。もううちと楽天はあれだな、優勝争いは完全に断たれたが。そしたら宮越も使ってなかったの。ちょっと別府一回下げよう。去年のあの活躍は何だったのか。まあ中継ぎって結構あるしね。パワープロの大阪がノリノリ、坂田がノリノリじゃなくなった。じゃあ変えるか、大阪と。あ坂田抑えてんな、残そう。あんだけ抑えてるんだ。ピッチャーってあんまノリノリって関係ないからね。使う理由は単純に成績残すというよりは覚醒待ちのために使うみたいな感じかな。バッターはノリノリ打つけどね、端詰めがノリノリ。そろそろ疲労もやばいんじゃない、梶山の疲労がやべえ。ここに端詰めでしょ。端詰めはショートセカンドしかできないのか。セカンドファーストができて、で篠がサードできると。回せますね。3割3も久保めっちゃ打つよな。なんでこんな打つんだろう。いいね、北爪も足速いしな。キャッチャーどうせ打たないんだったらキャッチャー A にしたいな。どっちみち打たないんだったら亀岡下げよう。リード重視でいこう。とりあえずこのオーダーでいきましょう。端詰めがどんだけ打ってくれるかにかかってるからね。一番端詰め、まだ28歳よ。多分ルーキーぐらいからレギュラー張ってんだよな、ショートの。能力値は高いから序盤は。あーもったいねー、端詰め持ってないな。ノリノリの期間がこうなると。ノリノリ終わるか、もう。まだノリノリ。お、藤倉が次ノリノリだった。端詰めどう？打ってなーい。安藤下げて藤倉上げるか。あー端詰めどうするか、ちょっと厳しいね。でもいないからな、誰外す。北詰めか。こうして、こう。して、こう。ちょっとまだ端詰めには期待してるよ。別府もノリノリになった。去年良かった別府が上がってきたのはいいんじゃない？どう、中継ぎ。ああ、坂田がやっぱり打たれ出したな。旗使うか宮越使うか。宮越ちょっと使おうか。ちょっと我慢してみてもいいんじゃないか。
笹原強いんだけどね。もう一回チャンスあげよう、笹原に。期待してるんで、やっぱり。こんだけやっぱ能力値高いと期待したくなるよね。あれだろうな。あの、リアルの監督とかで、なんでこいつ打てられるに使うんだろうってやつもそうなんだろうね。こいつ能力値は高いんだけどね、なんで活躍しないんだろうなって同じ気分なんだろう。今、そういうプロ野球の監督と同じ気分でやってます。ここで沼尻行こうぜ。ルーキー、ここで高卒ルーキー8月に1軍上がります。お試し中継ぎ、2軍で活躍してたんでね、ちょっと試しで1軍で上げてみようかなと。まあ先発はできないんで、やっぱ中継ぎで試合壊れちゃうんで、やっぱまず配線処理からやってもらって、 2.5 分差。青柳がノリノリになったと、下地もノリノリになったと。この終盤に来て野手がめちゃめちゃノリノリになってる。そして橋爪のノリノリが終わったんで、もうお役御免です。橋爪誰かよ。どちらかというと二遊間の選手がいるよね。寺澤でいっか。藤倉はもう終わった。草柳の DH を解くか。青柳、でキャッチャーは下地。これで一気に上がるんじゃない。打線めっちゃ良くなったよ。ノリノリが増えてるし、で先発も一人減らせれると。連戦がなくなったんで、2べ1回2号落とすか。疲労がちょっと溜まってるから。このままシーズン終了まで見ていこうぜ。接戦だし。 0.5M 差。いける、いける、5位いけるぞ。このまま5位まで突っ走れ。楽天の直前、あー、湯沢が怪我した。まあいい、もう進んでいくしかねえんだ。2ゲーム。あ、もういけんじゃないこれ。おー、初めての5位。でもめっちゃ4位とはさ、離されてる。だから初めて5位になった。2.5 ゲーム差。4.5 ゲーム差、8ゲーム差、18.5 ゲーム差、20.5 ゲーム差と。圧倒的差つけられてるよね。5位にはなれたけども4位までの差がちょっとでかすぎる。また日本シリーズ第8戦までいってんじゃん。59勝78敗。去年より勝率は落ちてんだ。それは良くないね。5位に初めてなれたけども去年より勝率が落ちてるのはちょっとダメだな。チーム防御率が最下位と。去年1位だったのにいきなり最下位。まだあんま変わんないけどね。3.30 と 3.70。野手は最下位と。まあまあ当たり前ですよ。ピッチャー最下位、野手最下位で5位だったら十分やってるよな。ようやっとるよな。新谷、笹原、福井。先発がね、微妙なんだよ。そこそこ、去年もうちょっとね、全体的に良かったんだよ、この辺が。中継ぎもね、なんかそのめちゃめちゃ抑えたときだけ3点台とかね、まあ、尾瀬村はすごい頑張ったけども、岩倉も良かった。まあ、大阪とかね、添田もやったね、別府が今年ダメだったからね、なんか微妙に活躍したんだよな、全体的に。3割もね、5人いるしね。久保、笹、久保、笹、篠か。篠、久保、西岡復活、平井3割。草柳3割と。青柳来ていってない。梶山怪我というか疲労がたまりやすいからな。もう基本対左要因で置いとこうかな。スタメンで使うと疲労がたまっちゃうからね、彼は。怪我しちゃう恐れがあるんで、基本対左要因でいいわ。草柳が DH でベストナイン。西岡ゴールデングラブ。小瀬村新人王。あれ、小瀬村って新人王の権利あったんだ、まだ。すごいな、これ。こうって読むのが。柳原大最多奪三振。柳原2年続最多奪三振だって。そんなに奪三振能力高いんだ。3割打者5人。3割打者5人いるけども、得点が一番低いと。
昔だったらめちゃめちゃ評価されそうな打線だけどね、うち。得点が少ないからバレるかもしんないけど。契約更改。あ、FA いなかった今年。やったぜ。まず、鶴岡のアベレージ誰にも教えてなかったな、せっかく。せっかくの鶴岡の。谷繁いる？あ、いた、2500万。いい投手コーチいねえかな。広田にするか。特能がいいから広田にしよう。スカウトはそのままと。酒井引退。うん、引き止めよう。瀬野はもう引き止めれないか。残念と。草柳420番。せっかく頑張って打ったのにね。吉本はそろそろ本当首が寂しいが、チャンス B 持ってんだよな。花田どう？まだやれる？梶山も試合に出れば活躍するんだけど、疲労が溜まっちゃうんで、あんまり試合に出れないと。クビだな。大阪もう今年中継ぎで頑張ったし、関川も厳しい、だいぶ田上も厳しいだ。こいつらは特能があるからね、なんだかんだ重宝はされるんじゃないか。今年中継ぎで頑張る。46ホールドだって。ようやっとるわ。橋爪はほんと打たんからな。28歳よ。関本はもう首でもいっかな。26歳。チーム愛もないし。チーム愛があるんだったらね、チームにさせてあげてもいいんだけど、そんなチームに反抗的な選手はいりません。成績残すんだったらまだしも、成績残さないチームに。3人減ったのか、人数的には。今年のドラフト会議どう？社会人ナンバーワンサワン九州ビッグスリーの貝塚。まあ、でもそんなめちゃくちゃすごいわけじゃないね。あ、今年そんなピッチャー微妙じゃないか。大学ナンバーワン、いや微妙だわ。野手でいいのいねえかな。高浜、弾道一オール A みたいなやついねえかな。オール A なんだけど弾道が低いと。あ、でも大柳とか悪くない。まあ微妙だな、全体的に微妙だわ。貝塚でおそらくめちゃめちゃ競合するから、それだったらやっぱ隠し玉、ドラフトのタイとか行ってもいいかもしれないね。それか奥村、スライダーえぐいし、こういうやつは活躍するよ。うち今中継ぎ足りないっちゃ足りないからね。中継ぎは何人いてもいい。タイ行くか。奥村行こうか。隠し玉、ここに来て隠し玉の。あれ、まさかの全然競合しないじゃん、あいつ。とか選ばれてなくない。貝塚が全然競合しなかったんだけど、完全に俺の見誤ったね。高浜行こう。危ねえ、高浜取られるかと思った。まあ野手中心に取れますか今年は。福森も一応取っとくか、キャッチャー。淵上も取るか。ミートがないからね、ミート以外はそこそこ高いと。丹下はちょっと正直ね微妙。
他も微妙なんだけどね。あ、大柳取られたか。それなら井端の方がよくない？転生井端の可能性ないかな。パワープロ2022を記念して実は転生選手がもう混ざってますみたいな、そんなサプライズはないですか、コナミさん。まあこんなもんでいいかな。62人、あんまり人増やしすぎてもね良くないんで、まあこれぐらいでいいでしょう。そうだ、去年3人 FA して、じゃあ去年 FA してない、去年3人 FA して3人でクビになったから、クビとかコーチがいろいろやったから6人減ったのか。今年は FA ゼロなんで、奥村タイピン C、 スライダーがえぐいと。背番号18番、高浜、淵上キャッチャー C、 淵上チャンス C、井端悩んだ丸、右投げ打ちショート、転生、これが転生井端だったらありがたいんですが、転生選手で得能はそのままなのかな、もしかして全盛期の能力値だけ下がってるみたいな、あの栄冠9システムなのかな。栄冠9の転生選手で能力が何ぼか下がって得能はそのままだもんね。おそらく多分そういう栄冠9の能力と同じ能力なんだろうね。まあ、栄冠9の場合は高校入学の能力だから、その辺がよう分からんけどね。あと、転生選手っていうのは、大卒なのか高卒なのか決まってんのかな？それとも大卒だった選手は大卒で入る、高卒だった選手は高卒で入るみたいな。強よ。なんだこいつ。そっか、全体的に打点なんだ。だからピッチャー陣がめちゃめちゃ抑えてるように見えるんだ。マキ、奥側が今クビになってたな。今年これはいけるでしょ。コリア行く、ピッチャーでしょ。これヤヌキ沼尻でしょ。ダブル先発、ファンカン、ミート、変化球、コントロール、球速、変化球、金が結構ね増えてきましたの。でうち基本的にみんな年俸低いから、キャンプ終わりました、もう衰えてきてる選手もちらほらいますと。オーダー的にどうしましょうか。中継ぎがいねえ。なんで小瀬村が毎回2軍に行くんだろうね。そして野手のやつ、ドラフトで取った選手がなぜか勝手に1軍に入ってくると。寺沢下げて梶山上げ、橋爪ね、橋爪一回ちょっと2軍に最初行ってもらおうか。柳原、楠田、ニベ、笹原、楠田、新谷と。ああ、宮越もいいな。てられても楠田はやっぱ中継ぎになるんだよな。打線は基本は去年の形でいい。青柳外して梶山入れよう。梶山あれだ、対左要員だ。とりあえず去年のオーダーでいきますか。で対左時に梶山使って、で関川も使ってって感じかな。草柳はどうするかだね。草柳ちょっと衰えてきてるから、とりあえず最初はスタメンで使うけども、もしかしたら2軍に落としたりするかもしれない。おそらく多分去年ほど打たないと思う。で守備も衰えてきてるから、二遊間守らせるよりはちょっと困るかなと。ショートのね、久保も守備良くないからね、二遊間両方守備難はきついんよ。いくら打ててもある程度守れないと。久保のショートどうするかだな。橋爪の方が守備的にはいいんだよ。だから橋爪は全く打たないんだよな。
守備 F だからな。守備範囲は狭いね。青柳にしても狭いし、尾藤もちょっとまだか。もう草薙セカンドそこまで悪くないね。だショートをカバーできるぐらいサードセカンドの守備をね強化 していかないといけないんだけど、サードの篠もあんまり守備良くないしね。三遊間が穴なんだよな。じゃあペナントレース開幕するんで終わりましょうか。